昔々ある小さな家に3匹の子豚とお母さん豚が暮らしていました。子供たちが外の世界を知るいい時期だと考えたお母さん豚は3匹の子豚を呼んで言います。坊やたち、こっちよ。あなたたちはこれから家を出て自分たちだけで生活する術を学ぶのです。だけど忘れないで、常に最善を尽くすの。そうすれば外の世界を生き抜けるはずよ。新しい生活への不安と期待に胸を膨らませ、3匹の子豚たちは家を後にします。しばらく行くと、それぞれの家を建てるために適した場所を見つけます。一番下の子豚は藁を使って家を作ることにしました。簡単に早く家を建てれば、空いた時間にたくさん遊べると考えたからです。たった1日で家を建て終えると、2匹の子豚に言います。ねえ、もう家建てちゃったよ。2匹は家にやってきました。この家は丈夫そうには見えないが、狼から守ってくれるかい？一番下の子豚は全く気にも留めません。大丈夫に決まってるさ。わかったよ、けど警告はしたからな。2番目の子豚は木を使って家を作ることにしました。森で集めた枝を使って小さな家を建てます。3日かけて家を建て終えると、藁よりは幾分丈夫そうに見えました。そこへ一番上の子豚がやってきます。いや、よくできたじゃないか。しかし、この家は丈夫そうには見えないが、狼から守ってくれるかい？2番目の子豚は答えます。ああ、きっと大丈夫さ。わかったよ、けど警告はしたからな。2匹の兄弟が新しい家で快適に暮らし始めた頃、一番上の子豚はまだ作業をしていました。なぜならレンガを使って家を建てていたからです。他の兄弟たちは家を建てるために時間をかけるなんて無駄なことだと考えます。家なんか簡単に建ててしまえばいいのに。ああ、怖がりすぎだよ。弟たちには耳を貸さず、一番上の子豚は1週間かけてレンガの家を完成させました。それからしばらくして、お腹を空かせた狼が藁でできた家の前までやってきます。子豚は家の中で休んでいました。狼はドアをノックします。ドアを開けるんだ。開けなければふーっと一吹き、家を吹き飛ばしてしまうぞ。そんなことできるもんか。この家は丈夫なんだ。すると狼がふーっと一吹き、藁の家を吹き飛ばしてしまいました。子豚はなんとか逃げ出します。そして木でできたお兄さん豚の家へと向かいました。ドアを叩くと、開いたドアの隙間から素早く駆け込みます。早くドアを閉めて、狼が来る。大丈夫だよ、この家は安全さ。しばらくすると、狼が木でできた家の前までやってきて叫びます。ドアを開けるんだ。開けなければふーっと一吹き、家を吹き飛ばしてしまうぞ。吹き飛ばせるもんか。すると狼がふーっと一吹き、木の家を吹き飛ばしてしまいました。子豚たちはなんとか逃げ出すと、一番上の子豚の家へと向かいます。狼に追われてるんだ、どうしよう。一番上の子豚は自信を持って答えます。大丈夫さ、狼は入ってこれないよ。そしてとうとうお腹を空かせた狼がレンガの家の前までやってきて叫びます。ドアを開けるんだ。
開けなければふーっと一吹き、家を吹き飛ばしてしまうぞ。試してみなよ。家には入りゃしないさ。狼は怒るとふーっと一吹き。しかし何も起こりません。何度も何度も試しますが、レンガの一つも吹き飛ばせません。ついに疲れ果てると、他の方法を考えます。屋根に煙突があるのを見つけ、狼は登り始めました。狼が煙突から家に入ろうとしていることに気づくと、子豚はすぐさま暖炉に火をつけます。釜に水を入れ、そして火にくべます。狼は煙突を登り終えると、そこから家の中へ入ります。そしてそのまま、煮えたぎる釜の中へと真っ逆さま。ああ、助けてくれ。熱い。助けてくれ。ああ、助けてくれ。ついに狼をやっつけた子豚たちは抱き合い喜びます。次の日、母親の家へ行き一部始終を話します。一番若い子豚は母親に言います。お母さんの言う通りだったよ。僕たちがいつも一生懸命に真面目にやればきっとうまくいくんだね。その日からというもの、2匹の子豚は決して怠けることなく、一生懸命働き、安全で幸せな毎日を過ごしました。昔々ある小さな町に、ゼペットという名前のおもちゃ職人が住んでいました。木からおもちゃを作り、それを売って生活していました。その長い人生の中で一つだけ悔やんでいることがあります。それは彼に子供がいないということです。ある日、彼が森を散歩していると、新しいおもちゃにぴったりの丸太を見つけます。これはいい。これで美しい操り人形を作ろう。ゼペットは丸太を肩に担ぎ、作業場へと持ち帰ります。丸太をテーブルに乗せ、掘り始めました。しかし突然、その丸太の中から声が聞こえてきたのです。ゼペットは手を止め考えますが、聞き間違いだと思いました。再び掘り始めますが、また同じ声が聞こえてきます。わしはすっかり年を取ってしまったらしい。声が聞こえるぞ。ゼペットは掘り続けます。最初は人形の頭、そして手と足も掘り上げていきました。ついにすべてを掘り終わり、人形は完成します。人形を椅子に座らせ、彼は作業場を片付け始めます。その時です。また声が聞こえてきました。こんにちは。ゼペットは驚いて辺りを見渡しますが、そこにあるのは木の人形だけです。彼は掃除を続けます。すると突然、その操り人形が椅子から飛び降り踊り始めたのです。これを見たゼペットは驚きのあまり倒れそうになるのを必死に耐えます。ああ神様、人形が生きている。もちろん彼は本物の子供ではありませんが、確かに笑って話をし、子供のように遊びます。ゼペットは人形を腕に抱きます。息子よ、今日からお前の名前はピノキオじゃよ。ゼペットとピノキオは幸せな時を過ごします。ピノキオが学校に通う時期がやってきました。しかしゼペットにはそのための十分なお金がありません。そこで彼はコートを売って、そのお金をピノキオに持たせます。ピノキオはお金を持って学校へ向かいます。お店や行き交う人々、
市場を見て回りました。突然あたりが賑やかになります。ピノキオは人混みをかき分けて中に入っていきました。彼はとても小さかったので一番前まで行かなければ何も見えません。そこで彼が見たのは大きくてカラフルなテント、サーカスのテントです。その前でピエロがお客を呼び込んでいます。ピノキオは中が見たくて仕方がありません。しかしピエロは中に入ろうとする彼を止めます。お金を払わないと入れないよ。ピノキオは少し考えるとゼペットが学校のためにくれたお金を思い出します。お金持ってるよ。ポケットからお金を取り出すとピエロにそれを渡します。テントの中は大盛況です。ステージでは操り人形が演じています。ねえ、彼らも木でできてるんだよ。ピノキオはステージに駆け上がると踊り始めました。しかし観客は怒り出します。天井裏で人形を操っていたサーカスのオーナーは生きている人形を見て喜びます。糸がいらない操り人形があればたくさん稼げるぞ。彼は考えました。ショーが終わるとすぐピノキオを捕まえて檻の中へ閉じ込めてしまいます。ピノキオはゼペットの言うことを聞かずに寄り道してしまったことを後悔し泣き始めました。そんなピノキオを見てそこに妖精が現れます。お父さんが言ったことを守るべきでした。しかし今は後悔していますね。だからあなたを助けます。ピノキオは涙を拭い喜びます。お金を使ってしまったのにどうやって学校へ行けばいいの。妖精が呪文を唱えるとピノキオの手の中にお金が現れました。このお金を無駄にしてはいけません。学校に行くのです。妖精はピノキオをサーカスの外へ逃がします。ピノキオは歌を歌いながら喜んで学校へ向かいます。ララ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 ラ彼が嬉しそうに歌っているのを見てずる賢い狐と猫が行く手を遮ります。彼らはピノキオのお金を奪うつもりなのです。嬉しそうに一体どこへ行くんだい。文房具を買って学校へ行くんだ。それだけじゃ文房具は買えないよ。俺たちそのお金を増やす方法を知ってるぜ。何をすればいいんだい。そのお金をくれれば魔法の土に植えてあげるよ。そうすれば金のなる木からいつでも好きなだけお金が取れるんだぜ。世間知らずのピノキオは狐の言うことをすっかり信じてお金を渡してしまいます。お金を受け取るとすぐ狐と猫はどこかへ消えてしまいました。一人取り残されたピノキオのもとに妖精が再び現れます。なぜ学校へ行ってないの。取り戻したお金で文房具は買ったの。本当はピノキオが狐にお金を渡してしまったことを妖精は知っていました。嘘はいけません。あなたに罰を与えますよ。ピノキオは妖精の言うことを聞かずに嘘をつきます。文房具は買ったけど学校に置いてきたんだ。ピノキオがそう言ったかと思うとすぐに彼の鼻が伸び始めます。それは本当ですか。嘘に嘘を重ねピノキオの鼻はさらに伸び続けます。ついに彼は頭を動かすことすらできなくなってしまいました。わあ、だけどどうして？一体どうなってるの？彼は正直に全てを話し始めます。彼が間違いに気づき反省していると判断した妖精はピノキオの鼻を元に戻しました。真実を言いましたね。あなたを許しましょう。
妖精はもう一度呪文を唱えると、狐に奪われたお金をピノキオに返しました。そしてお金をなくさないようにと再度彼に警告します。お金を手に持ち、ピノキオは歌いながら歩き始めます。しかし、さらなる危険が彼を待ち受けていたのです。あのサーカスのオーナーがピノキオの目の前に立ちはだかります。逃げ出したピノキオに腹を立てたサーカスのオーナーは彼を探してここまでやってきていたのです。ピノキオをつかむと海に放り投げてしまいました。しかしピノキオは海に落ちても沈みませんでした。彼の体は水に浮かぶ木でできていたからです。水の感覚を楽しみ、腕と足を使って上手に泳ぎ始めます。そして彼が岸に向かって泳いでいる時にそれは起こります。ねえ、どうなってるの？ここはどこ？突然あたりが真っ暗になります。周りを見渡しても暗くて全く何も見えません。実はピノキオは大きな魚に飲み込まれ、その胃袋の真ん中に入り込んでいたのでした。その頃、ゼペットはピノキオを心配していました。そして彼を探しに出かけます。ピノキオ、ピノキオ。ついに彼はピノキオが海に投げ込まれた岸にたどり着きました。そしてそこにいる漁師に息子を見ていないかと尋ねると、その一人がゼペットが探している少年が海に落ちたのを見たと言います。ゼペットは漁師に助けを求めます。そんな彼を気の毒に思った漁師は断ることもできず、ゼペットに小さなボートを貸しました。ゼペットはボートに飛び乗り海へと漕ぎ出します。そしてしばらくすると突然嵐がボートを襲います。小さなボートは嵐でコントロールを失い沈没してしまいました。ゼペットは海の真ん中に放り出されます。彼は泳ぎ方を知りません。たちまち彼は深い水の中に沈み始めます。そしてその時です。ピノキオを飲み込んだ大きな魚がゼペットを飲み込みます。ゼペットは喉を滑り落ちるとまっすぐ胃袋の中へたどり着きました。すると子供の泣き声が聞こえてきます。もちろんゼペットはすぐにこの声の主に気づきます。ピノキオ、息子よ、ついに見つけた。心配したよ。父親の声を聞いたピノキオはゼペットに泣きながら抱きつきます。言うことを聞かなくてごめんなさい、お父さん。これからはちゃんと言うことを聞くよ。ピノキオの心からの謝罪を聞いた妖精は彼らを助けることにします。魚のお腹から二人を救い出し海岸へと運びました。それからというもの、ピノキオは父親の言いつけを守り賢い少年に成長しました。毎日学校が終わると家へとまっすぐ帰り、仕事場で父親の仕事を手伝います。妖精はそんなピノキオを見て彼にご褒美をあげようと考えました。ある夜、ピノキオが寝ている間に妖精は彼に魔法をかけます。朝になり、いつものように学校へ行く準備をしようと起き上がったピノキオは何かがいつもと違うことに気づきます。まず彼は手を見ます。そして体、彼は驚きます。ピノキオはもう木の人形ではありませんでした。人間の体を手に入れたのです。飛び起きるとすぐさま父親の元へと駆け寄ります。お父さん、お父さん、見て見て。ピノキオが人間の体になったと知り、ゼペットは大変喜びます。お前はわしの本当の息子だ。お互いをきつく抱きしめ合います。ピノキオはそれから二度と嘘をつくことはありませんでした。もちろん彼の鼻もそのままです。
昔昔あるところに幸せに満ちた王国がありました。その王国の王様と王妃にはたった一つの願いがあります。それは二人の子供を授かることでした。心優しい王様と王妃はいつかその願いが叶うことを心待ちにしていました。そしてある日、二人の願いが叶います。女の赤ちゃんに恵まれたのです。虹色に輝く美しいこの小さなお姫様を二人はオーロラと名付けました。王様と王妃はオーロラの誕生を祝ってお城でパーティーを開くことにしました。王国周辺のすべての人が招待され、森の妖精たちでさえパーティーにやってきます。しかし二人は大きなミスを犯します。ある妖精を招待するのを忘れていたのです。皆がオーロラ姫の幸せを願いプレゼントを贈ります。12人の妖精たちが小さなお姫様に贈り物をする番がやってきます。妖精たちはオーロラにとてもユニークなプレゼントを贈ります。魔法の杖を使って彼女が望むすべてのものを贈ります。あとは3人の妖精が残るのみです。世界のあらゆる美はいつもあなたと共にあります。お姫様、私の贈り物は永遠の幸せです。あなたはいつも幸福に満たされるでしょう。最後の妖精が贈り物をしようとしたその時です。予期せぬ出来事が起きます。部屋が突然緑色の煙で覆われ始めたのです。煙が消えたかと思うと突然暗黒の妖精が現れました。この見知らぬ妖精がパーティーを台無しにしようとしていることに国王は怒りをあらわにしますが、他の妖精たちにはそれが邪悪な暗黒の妖精であることは一目瞭然でした。どうも誰もが招待されているようだね。王国の人たちに友達、王様に王妃。残念ながら私は招待を受けなかったんだけどね。国王は謝ります。私も贈り物をせずに帰るわけにはいかないだろうね。この美しい王女は幸せ、愛と称賛に囲まれて成長するわ。だけど16歳の誕生日の日没前に針で指をつき永遠にこの世から消えてしまうのよ。こいつを捕まえろ。国王は叫びますが、暗黒の妖精は笑いながら消えてしまいました。もう一人の妖精の贈り物がまだ残っていました。彼女には暗黒の妖精ほどの力はありませんが、最悪の事態を避けるためにこんな贈り物をします。私の贈り物は呪いを防ぐことはできませんが、その時が来てもあなたが死なずに済むように、深い眠りと真の愛のキスによる目覚めをあなたに贈ります。王様はこの呪いから娘を守るために針や糸車、先の尖ったものをすべて集めさせ、城の中庭で燃やしてしまいました。妖精の贈り物のおかげでオーロラ姫は誰からも愛される美しく心優しい子に育ちました。王様は3人の妖精にオーロラ姫の世話を頼みます。娘が3人の妖精以外に触れることがないようにして彼女を守ろうと考えたのです。オーロラ姫は妖精たちに守られ、やがてとても美しい女性に成長しました。しかしついにその日がやってきます。それはオーロラ姫の16歳の誕生日です。暗黒の妖精が言った日没まであと少し、
王様と王妃はできることはすべてやり尽くしましたが、呪いを完全に防げないことが不安で仕方ありませんでした。二人は美しい姫を守るために彼女が部屋から出られないように閉じ込めてしまいますが、何も知らないオーロラ姫は困惑します。突然壁にドアが現れます。オーロラ姫はこのドアが気になって仕方がありません。さらに中からは怪しげな音が聞こえてきます。彼女は好奇心を抑えることができず、ドアを開けて部屋に入っていきました。部屋の中では女性が糸車を回しています。オーロラ姫はその糸車に歩み寄ります。それはちょうど日没の時、手を針へと伸ばします。その時です。針で手をついてしまった彼女はその場に倒れ、永遠の眠りについてしまったのです。こうしてオーロラ姫の16歳の誕生日に邪悪な呪いが放たれてしまいました。彼らはオーロラ姫を美しく着飾り、花を散りばめたベッドに寝かせました。その日からオーロラ姫は眠れる森の美女として人々に知られるようになります。王様と王妃は苦しみに耐えきれず、城全体を眠りにつかせることにします。すべてはどこかの王子が起こしてくれるまで目覚めることはありません。それから100年の月日が流れたある日、ある国の王子が近くを通りかかり、茨に覆い尽くされたお城を見つけます。家来は王子にこの城の眠れる森の美女の噂を話します。王子はそれを聞いて城に入ってみることにしました。茨は厚く生い茂り、トゲが行く手を遮ります。そこで王子は手にした剣で道を切り開きながら進みます。ついに王子はお城の門にたどり着きました。門の前には門番たちが眠っています。彼はドアを開け、その光景に唖然とします。至る所に人が倒れて眠っているのです。城の中を歩いて回り、王様の部屋を見つけます。王様と王妃は椅子に座ったまま眠っています。王子は半分開いたドアを見つけ、中に入ってみることにしました。そこはあの眠れる森の美女の部屋だったのです。王子はベッドのそばへ寄り、この美しい王女の耳元でささやきます。眠れる森の美女、なんて美しいんだ。そして王子は彼女への強い愛を感じ、彼女の額にキスをしました。その時です。王女は深い眠りから目覚め、自分を見つめている王子に気づきます。彼女が目覚めると、お城にいた全ての人たちも100年の長い眠りから解放されました。王様と王妃はこの驚きの出来事にすぐさま娘の部屋へと向かいます。そして娘が長い眠りから目覚めたことを知り喜びます。王子は王女に結婚を申し入れます。オーロラ姫は微笑み、これを受け入れます。そして王様も娘と王国を救ってくれた王子を祝福し、二人はかつてないほど素晴らしい結婚式を挙げ、末永く幸せに暮らしました。